アンソニー、フォッカー、アントン・ヘルマン・ゲラルド、アントニー・フォッカーは、フォッカー社の設立者。オランダ領東インドのブリタール生まれ。オランダ領東インドのブリタールで生まれた。父親は、コーヒー農園のオーナーである。4歳の時、妹とアントニーの教育のために、家族はオランダに戻った。勉強は好きでなく、高校を卒業できなかったが、機会に興味を持ち、 機関車の模型や蒸気機関、模型飛行機を作った。金属板を使ってパンクしないタイヤのアイデアを考えたが、これはすでに開発されて特許が出されていたアイデアであった。最初に航空に興味を持ったのは1908年にフランスでウィルバーライトが展示飛行を行った時で、フォッカーは当時20歳だった。1910年に父親によって、 自動車整備士の教育を受けるために、ビンゲン技術学校に送られたが、飛行が行われていた場所のマインツのエスタ・ドイチェ、ウトモビール・ファシュシュルに移った。1910年に最初の飛行機、フォッカースピンを組み立てたが、この飛行機は、仕事仲間の飛行中に木に衝突し、破損した。フォッカーは2機目のフォッカースピンで、飛行免許を取得した。 オランダ女王ウィルヘルミナの誕生日の1911年8月31日に、ハールレムの聖バボ協会の塔を回る飛行を3期目のスピンで行い、オランダで有名になった。1912年にベルリン近くのヨハニシュタールに移り、フォッカー・エリプランブを設立して、翌年、シュベリンに移り、会社をフォッカー・フラックス・ケワーカー・ GMBH と改めた。 第一次世界大戦が始まると、工場は政府が管理するものとなったが、ホッカーは支配人として泊まり、ドイツ空軍のために多くの航空機を製作した。ホッカー単容器やホッカードクター I などが有名であり、700機の軍用機を製作した。第一次世界大戦が終わると、ベルサイユ条約でドイツでは航空機、 航空機用エンジンの製造ができなくなったので、1919年にフォッカーはオランダに戻り、オランダ航空機工場を設立した。これは後にフォッカー航空機となった。オランダに戻るとき、D7 や CI などの多くの部品をオランダに運び、これが工場の立ち上げに役立った。オランダでは民間機の製造にシフトした。300機近くが生産された。 三発旅客機のフォッカー海セブンなどが成功を収めた。1922年にフォッカーはアメリカに渡り、後にアメリカ国籍を取得した。1923年にアメリカ支社アトランティックエアクラフトコーポレーションオブアメリカを設立した。1927年にバイオレット・オーストマンとニューヨークで結婚したが、妻は1929年に ホテルの部屋から転落するという謎の死を遂げた。1931年にフォッカーはアトランティックエアクラフトをゼネラルモーターズに売却した。1939年にニューヨークで肺炎により49歳で没した。ありがとうございます。